どうも皆様こんにちは、こんばんは。ニュージーです。私は週に1回ペースで筋トレをやってまして、自重で、昨日は胸トレーニングをしまして、今日は肩と腕をやっていきます。では行きます。一応タンクトップでなんかやってる感が出ますんで、タンクトップでやります。そしたらね、まずサイドレーズから行きましょう。行きます。20回を3セットやるんですけども、ちょっと休憩します。で、普通ならBGM とか、今で言うとまあちょっと前ですかね、ノーコピーライトサウンズっていう YouTube チャンネルさんの曲を流して皆様筋トレとかやってるんですけども、僕はなんか無音ですいません。はい、特に BGM とありません。はい、2セット目いきます。はい、20回、あと1セットします。ニュージーです。皆様この動画でお会いできたということは、皆様も筋トレをされてるんでしょうか。共通してますかね。お互い筋トレやってるんですね。なんかやっぱり筋トレしないと、こう緊張感っていうかな、何かこうなんかだれちゃいますよね、体が。なので僕も週1ペースで、前はジムとか行ってもう部位ごとにねやってましたけど、最近はねもう、ジム辞めて自宅で自重で週一でやってます。はい、じゃあ今度は両方でいきましょうかね。すいません、何かカメラがバグっちゃいました。はい、次はシュワちゃん、アーナルドプレスをやります。脇毛が見えてすいません。一応この前剃ったんですけど、まだ生えてますね。
すいません、汚くて。はい、ちょっと休憩で水を飲んできます。はい。はい、すいません。アーナルドプレス2セット目いきます。効いてきてますね。はい。アーナルドプレスって言うと思うんですけど、これ間違っていたらすいません。はい。3セット目いきましょう。きついですね。次はフロントレイズですかね。あー、きつい。はい。4分経過ですかね。ふう。何喋ろう。ニュージーです。はい。よろしくお願いします。はい、行きましょう。フロントレイズ。きつ。
この辺がね、聞いてきましたね。はい。次は、あの名前忘れましたね。ショルダープレスかな、これ。12回ペースでいきます。だいぶする前と今やってる途中では少し気持ち、肩の丸さが出てきたかな、勘違いかな、すいません。はい、2セット目いきましょう。よし、3点ともいきましょう。はい、続けて。ちょっと電話が来ましたね。一旦切ります、電話、すいません。はい、電話が終わりました、すいません。次は、何やったっけ、名前が忘れましたね。これですね。これ名前何やったっけ、忘れた、やべえ。これはもうひたすらやっていきます。きついと思うまでやります。少しパンプできましたかね。どうでしょう。少しはパンプできたかな。エアーでやりましょう。なんかこう外向きにね、上げるといいよっていうことでね、ジムのトレーナーさんから聞きました。間違ってたらすいません。はい。こう上げるよりも、まっすぐ上げるよりも、少し気持ち開きで上げた方がね。また切れましたね。すいません。こうちょっと外向きで上げるといいよっていう、間違っていたらすいません。はい。もう一度やりましょう。はい。次は5回ずつ。4回。
4回。3回。3回。あー、きつ。すいません、あのメンタル弱くて途中でやめちゃいました。はい、次はあの後ろのね、腕を痛めていきます。これも効くらしいです。はい、こうやってこう下がっていく、少し4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5、この後ろのね、あの筋肉が少し浮き出てるのが分かります。ここに効いてるらしいです。はい、これは20回かける3セットぐらいがいいらしいんですけど、今日はちょっと30かける2でいきます。もう1セットいきます。これ終わったらもう今日筋トレ終わります。はい、終わりました。最後まで見てくれた人はいるんでしょうか、わかりませんけど、あの、途中まで見てくれた方も、あの、少しだけ見てくれた方も、あの、ありがとうございました。たまに僕筋トレするんで、こういう動画も上げていきます。では次の動画でお会いしましょう。失礼します。